ちょい見せメイキング。来たマジ来た、うん、マジできた。あ、いかんですね。マジ来たよ。一番大変ですね、俺のね。一番大変だから、やっぱできた時はやっぱ一番いいの。そうだね、だから軽いんでしょうね。なんかどっちも選べんの、本格的なの作ってますから。俺一番大変なやつだ。振り終えてんのね。ね、先生、俺一番大変ですもんね。大変だと思います、これが一番。何してんのよ、やばいよ。ぐしゃぐしゃぐしゃってしていったの。飽きてさ、アヒルで人のやつ遊んで飽きたと思ったら、今度ぐしゃぐしゃにしに来て。あれ、小山さんと秋山さんは共演し何回かし、何回でしてるか。そんな、あ、そうそう、何回かね。最近食べれっこがひどいもん。何でよ。美味しいとか言わなくなったじゃん。いやあれはなんか感情で荒らしてるのやつでしょ。あれはもううまい時にあれやの。まあ確かにね、ババ結局だからね、グルメ番組とかでもちゃんと言ってみたんだけど、トリオだから 3つの感想なんて使われることないから、結局ババだけなのよ。ね、じゃあもういいやと思ってね。だったらもう、うまいよ、にしたのよ。そうそうそう、いろいろあって、紆余曲折を経てそうなったの。そうなのよ、男3人の感想なんか誰も使わないでしょ。ハッピーな人だな。誰だ、どうしよう、めんどくさかったら。イエーイ。俺です、僕です、秋山です。俺、僕、リュウジですよ。ロバート秋山と今ブーム到来、大人がハマる大人レゴをメイキング。あ、これベースできてきた運転席はかっけえぞ。もうすでにレゴを好きだった自分と出会ってる今。そして世界に20人しかいないレゴ公認のプロビルダー三井さんと共に作るのが、今日はですね、あのクリエイターズファイル、あの秋山さんのクリエイターさんをですね、ちょっとレゴでモザイクアートにしてみたいと思います。クリエイターをモザイクアートに。劇団遠近法の上杉みちくん、レゴブロックで作る上杉みちくん。さらに三井さんが創設した東大レゴ部が参戦。天才集団がゼロから設計図を作成。コンピューターで何レゴにレゴ化するみたいなのがあるの。要は説明書みたいなのをコンピューターで作っちゃうと思う。彼が作りました。あの、え、それ彼が作ったそのソフト。そうです、ソフトを作ったの。やばいんじゃん、一番手前の人。さらに秋山ワールド炸裂。サイレン。Oh my god. いい、じゃあ声ちょうだい。俺がレースだ。レゴちょうだい。レゴレゴレゴレラ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 レゴゴゴゴ。オッケー、解散。これが全体像です。全体像。はい。一つずつに1がこうなってるわけです。そういうことか。総勢13人、総作業時間4時間で超壮大なレゴオリジナルビルドを作る。すると前代未聞の超大作が完成。いったー。全力メイキング深夜0時50分。すげー。